録音中？録画中か。さあ、始めよう。どうもこんにちは。ライフバンクチャンネルでございます。今日はですね、これはもうライフバンクの社員向け動画です。もうマニアックな動画です。これです。勤務表動画です。これ月末に時間書いて出してますよね、皆さん。はい、これ僕も大嫌いなんですよ。これすごいめんどくさい計算が。これ出発時間書いて、帰ってきた時間書いて、であと休憩時間も書いて、でその休憩時間を引いた実労働時間をここに書くんですけど、これがもうすごい難しい。本当これどうしたらいいの、これ。でこれを今そこに社長の奥さんがいるんですよ。その計算難しくないですかって言ったら、え、簡単だよ、引くだけだよねとか言って。そうなんですよ、賢い人にとっちゃもうパッと見てすっと分かるんですけど、ちょっとね、僕みたいな数学も分かんないような、数学というかもう算数から分かんないですよ。もう 4+3 が難しいんですから。そんな男が時間の計算なんかもできるわけがないですよね、難しい。だからこれ他のドライバーさんにもどうしますかって聞いたら、すごいなんか面倒くさい計算してたんですよ。結構難しいかなと思って、これが簡単にできる方法をですね、今日は紹介していこうと思います。はい、でまず今までどうやってやってたかっていうと、例えばこれどうしようかな、これでいいか。8時半から17時15分にしようかな、休憩を60と。はい、こんな感じで8時半から始めて終わったのが17時15分だと。で休憩時間は60分と。でこれ計算するときに、ここ実労働時間書くんですけど、この働いた時間から、この休憩を引いた時間出すんですけど、これめちゃめちゃ難しいですよね、これ。どうしようかな、どうやって説明しようかな。で今までやってたやり方が、よいしょ、これ映るかな、これ8時半から、17時までと。だから8時から、1,2,3,4,5,6,7,8,9 時間で、そこから1時間休憩引いて、これでしょ。だから8時間だけど、8時半から働いてるから30分引いて、7時間半ん？でも終わったのが17時15分だから、その15をもう足すの引くの分からなくなっちゃうやん。だからもうこれすごい難しいんですよ、これを。でそれを1ヶ月分計算するんですけど、月末にもう2時間ぐらいかかる、僕はそれ。だからこれが簡単になるようなアプリがあるんで紹介します。はい、じゃあこれです、僕が使ってるアプリ、これです。タイムか、多分カルク、タイムカルクライトです。これです、これを使ってるんですけど、じゃあ早速開いてみますけど、こんな感じで、でその計算ですけど、これね、8時半から、17時15分まで働いたと。で60分休憩しましたと。でそこから実労働時間を出すときに、まずこの17時15分で入れます。これに17時15分と。でそれ引く、この出発の時間8時半って入れます。8時30。でさらにそれ引く休憩時間、60分なんで1時間ですね、1時間と。ではほら7時間45分です。すごい簡単、どうですか、できますか。 4+3 が難しい僕でも簡単ですよ、これなら。はい、これいいですよ。で実労働時間をここに出して書きますよね、7時間45分と。でそれを1ヶ月分こうわーっと書くわけですよね。それもこのアプリで同じように足していけば合計も簡単に出せますので、これは便利ですよ、皆さん。いいの知りましたね。はい、ということでライフバンクの皆さん、時間計算するときこのタイムカルクライト使うと簡単にできます、という動画でした。はい、今日の僕の仕事は以上です。ありがとうございます。